民生塩止め線は、台北都市運の計画中路線である。松山線より、北側の大道区、中山区、松山区、内国と、二北市塩止め区との間は、塩止めの社交地区の人口が多いにもかかわらず、台北市内に通じる外角道路の整備が、進んでいないことから、東西方向の早運路線建設が計画された。松山新見線と、 伊丹南線の各駅には2階乗り換えが必要になるが、それ以外は乗り換え1階ですべての駅に行くことができる。民生潮留め線には、本線のほか、東湖地区に東湖支線の建設が予定されている。台北市政府早運行定局は、民生潮留め線の路線記号を SB とした。下部の道路部分が2015年に先行開通している新車公共。 上部を本路線が通過できる設計になっている。大稲を支点とし、民生西寺の地下を進んで淡水新議線、総連駅に接続する。中は新足市線及び文庫線と交差した後、民生東寺の地下を通信し、キールン川をアンダークロスして内国に至る。内国では新小一路の地下を通り九州路との交差点で環状線東寒団と接続する。 中山高速航路をアンダークロスして西航路、民間あずま寺に沿って進み、ホーロース山を越えたところで高架に出る。中山高速航路とホーロース地区を抜けアン航路228地また、丹美街、吉林街を経て、塩止め区の車高地区に至る。車高地区には車両基地を置く。ここから東に曲がって、中航路東側の計画道路用地を通り、 鉄道道路併用橋として設計、建設された新車公橋でキールン川を渡り、大道路に至る。さらに投信して大鉄城下駅付近の科学園区に乗り入れ、高校後継に沿って進んだ後、新大御祖寺の塩止め区校所前に新設する終点駅に到着する。路線は近く間及び広角間があり、中運量新交通システムを採用する。 全長約17.52キロメートルで15駅を設け、車両基地1カ所を置く計画である。本線の工事は2期に分けて行われ、支線は2期工区に含まれる。2020年10月に、台北市長下文明時い市長理に優勝に、二北市長の高友を加えた、沿線3市長が、交通部の会議に出席、交通部長の林慶龍と共に、 キールンケーキを中運量メトロへ昇格させることで一致した。この場合本路線と規格が揃うため、塩富地区で重複する区間が一本化され、車両基地も民主予選の車高気象を共用する形となる。キールン側の東側の区間は、全長約1 1トルの高架区間で、塩海駅や東湖駅を設置し、文庫線及び環状線東区間と接続する。 工事費は422億入ワンドルを予定する。日北市長のコートも世は、日北市内の先行着工を表明している。キールン川の西側の区間は、台北市の中心部に当たるため、地下路線とする。同時に、東古市線を建設する。台北市政府派や運行提局は、以下の2案を提示していた。最終的に、案2が採用された。 かつては1990年代から高運量規格の台北都市運南高線をそのまま東側に延伸し、キールン市中心部へ乗り入れる計画が浮上したが、高コストによる不採算性により実現せず、2000年代日本路線と同じ中運量規格による LRRT を採用するキールン景気山線との直通運転に変更された。 その後同様の理由で、計画自体が白紙化された。2010年代には、二北側の終点である潮止めから、キールン市都心部ではなく7徳の桃福地区まで、約 4.65km 延伸、途中に3駅を設置する計画が提唱されたものの、その後キールン景気は大鉄中間線を活用し、 期間の異なる狂気のトラムトレイン方式で、キールンと南港を結ぶ南港キールンケーキとして整備されることになったため、本路線の桃福伸お及び、キールン都心乗り入れは事実上消滅したことになる。ありがとうございます。